さやかちゃん、はい、今日はですね、はい、ゲストの回です。香川智くん、よろしくお願いします。最近ミニツアーで優勝したプロと同じスコアで回ったっていう子ですよね、うん、そのプロと同じスコアっていくつだったんですか？67です。67? 5アンダー、はい、すごい。ラウンドしながらね、いろいろ聞きながら凄さをお見せできればと思います。すごい、すごい。やっぱそれぐらい飛ぶんですね。270ぐらいだった。ここか。だって得意なクラブドライバーって言ってましたもん。めっちゃいいもんね。でも今は冬になっちゃった。あ、飛んでない。はい、あ、なるほど。私もそうね、言いたいね。言いたい。冬だから。ちょっと飛んでないよね。どれぐらい飛んでるかさ、わかんない。ねえ、撮ってよ。なんで追っかけないの。ねえ、ごめんごめんごめん。ねえ、もう一回やる。今のはまずいって。どうして。なんで撮ってんの今。今の撮んなきゃいけない。見た、今の可愛い笑顔で普通ですって言ったの。たぶんでもあとこの下り4回ぐらいやるからね。今度は追っかけるよ。追っかけてよ。何してんの。ちょ、間違った間違った間違った。集中して。あー、こすった。あるかな、多分怒ってるよね。でも出てたらジュンちゃんめちゃめちゃ怒ってたもん。そうなの。出てないと思うけど。わあ。あ、今振っちゃったんですか、純ちゃん。ちょっと遅れちゃったんで。ナイス。ああ、なんか違う車だけど、はい、ありがとうございます。変なの。やっちゃうか、こっちはね。7番でおとなしく出します。あ、花が。まあまあ、オッケー。175上げてます。5番ウッドです。乗ったかも。乗りました。うん、ありがとうございます。そして160ぐらいですか。7番はい。バンカーですね。今日バンカー生かも。バンカー、純ちゃん担当なのに。大丈夫、さやかちゃんも怖いから。110ヤードをピッチングで。
ここのコースは初めてです。はい、初めて回るときに気をつけることとかってある？やっぱりどの辺狙うとか、うん、うん、測ってみることです。あ、ちゃんとね、毎回、はいはい、そうだよね、初めてだとその辺が分からないと、はい、何回かやってれば覚えてるけど、まっすぐ行ったのに林とか、うん、OK パッドがないとやっぱちょっと気が引き締まるんです。引き締まる、私 OK パッドの距離一番苦手なんで、あ一番緊張する。なるほど。
かな、手前かな。ああ、大丈夫かな。危ない。カワ君のお家はゴルフ練習場を経営されているそうです。お家の、でも近い、お家の近く。はい。ああ、そうなんだ。どこにあるんですか。千葉。千葉の野田市の関宿っていうところ。関宿。はい。関宿だそうです。近い人はね、行ってみてください。科学に会えるかもしれない。ピンまで180ヤードぐらいあるんですよね。そして手前のバンカーがそびえ立ってます。本当は8番なんだけど、あ、間違えた、5番ウッドで行っちゃうか。ミスったらバンカー。あー、右だ。左行け、左。バンカー手前かな、右の。向こうはあんちゃん乗せないかな。バンカーに入れたらダメ。でもあんま高いときない。ぼちぼちです。すいません、こっちまで来ていただいて。5番ウッドです。はい。はい、139番やん。はい。乗ってますね、ナイスオン。58。止まって。切れた。むむ。お先失礼します。まっすぐなのかな、じゃあ。まっすぐ打つ。まっすぐです。フッカーのかな。ボギー。そっか。これを見てる皆さん、ジュンちゃん後ろ向いて。ねえ、あ、ダメ。出てる。サイズに穴開いちゃって。穴が開いてる。サイズに穴が開いてる。開いてるな。頑張って見上げて。見せてもいいもんじゃないんだよ。なんなら破きますか。